新しく作られたチーズから集められた、乳製乳製、または乳章とは、土から乳脂肪分や、カゼインなどを除いた水溶液である。日本では、英語風にホエー、またはホエーとも呼ばれるが、英語圏では、一般的に H は発音されないので、ウェー、またはウェーと呼ばれる。乳製は、チーズを作る際に固形物と分離された、副産物として大量に作られる。 また、ヨーグルトを静かに放置しておくと上部に液体が溜まることがあるが、これも乳製である。なお、固形物成分はカード、カードと呼ばれる。なお、大豆由来のものは大豆ホエーと呼称され、水溶性のタンパク質に富む。チーズ生産過程で作られた乳製の大半は廃棄されているが、高タンパク、低脂肪で乳製分由来カルシウムなどの無機栄養分や、 ビタミン B 群を、はじめ各ビタミン類など栄養価が高い点、消化が早くタンパク質合成、インスリン分泌を促進する点などから、優れた食品であるとの認識が高まってきている。従来大量に廃棄されていたものであり、流通サイトとえば安価に提供できる点も、注目されている。独特の甘酸っぱい味があり、乳製を加工した飲料も多く発売されている。 粉状に加工し、プロテインサプリメント等の原材料として用いられる。他、生クリームなどの代替として、料理に用い、カロリーを大幅に抑えるなどの用途がある。前述の通り栄養価が高く、胃酸で凝固しやすく消化しにくいカゼインの大半が除去されているため、乳児用調整粉乳の主原料としても用いられる。イタリアなどでは、乳製からさらにチーズを作ることもある。 乳製から作られたチーズは、ホエーチーズと呼ばれ、リコッタなどがその種類に属する。パルミジャーノ・レチャーノの産地であるイタリアのパルマ県では、同じく名産品のクラテロ・ディジベンロを生産するに、あたり、原材料の豚の飼料の一つとして、乳製を与えることが義務付けられている。同様に、北海道の十勝地方などでは、食用の豚に乳製を与えて飼育することが、行われている。 このように飼育された豚は地域ブランドとしてホエー豚と呼ばれる。豚が健康になり肉の旨味も増すと宣伝されており北海道根室振興局管内に属する中標別町ではミルキーポークという名前でブランド化されている。なお、ラットを使った実験では大豆ホエータンパク質に血圧効果作用が認められたが高齢女性に対する乳性タンパク質を 長期2年間接種させた試験では、血圧に影響は認められなかったという報告がある。ありがとうございます。